こんにちは。岩永俊三と言います。前回、の褒め伸びライブで出させてもらって、今日が2回目なんですけども、1曲目の歌はですね、長崎空港を題材にした、歌を僕作りまして、あとそれをGTM でですね、パソコンで音楽を作りまして、そしてオケを作りました。でギターと弾きながら弾きたいと思います。長崎空港は夜はですね、すごいネオンが綺麗なんですよね。ビルディングのネオンと、あと空に伸びる赤い誘導灯とか青い誘導灯がですね、伸びて、そういったのがちょっと印象に残ったものですから、一人の女性が恋に敗れてふるさとに帰るという、そういった切ない歌です。それでは1曲目、タイトルはさよならエアポートという曲です。じゃあください、お願いします。あ、ギターの音込みが、あ、もう一回ちょっとギター出します、ね、はい、OK、はい、です。あ、もうちょっと出してもらっていいですか。はい、参ります。涙に濡れてる
長崎空港。
手はと赤いようになじいてくれ親のことなど気づかう暇に後で恥じない自分を生きろあなたのあなたの鏡の言葉守り欲しさないけどあなたにあなたに祝ってみたい来月で俺離婚するんだよそう初めて自分を生きるあなたにあなたに見ていてほしい髪に白髪が混じり始めても俺も死ぬまであなたの鼓動を ありがとうございます。